コマオイのヘブンバーズレディオ。ヘブンバーズレッド第31夜舞台朝倉仮役の芹沢優です。はい、ライトフライヤースタジオとキーが送るドラマチック RPG ヘブンバーンズレッドを盛り上げるラジオ番組、今週もスタートしました。え、なんでの、え、何やってんの。いや、なんか思ったより私後半だなって思って。そうだよね、ちょっと画面にはもうちゃんといるんだよね。いや、そうなんですよ、皆さんもお気づきですね。そうなんです、パーソナリティの古賀葵さんですが新型コロナウイルスに感染したということで、今週と来週のヘブバンレディはお休みとさせていただきます。ということで今週と来週はこの方を代打パーソナリティにお迎えして一緒にお届けしたいと思います。はい、ヘブンバンズレッド第31夜舞台東條司役、天海祐里奈です。よろしくお願いします。怖い。よろしくお願いします。すごい、いや、もうちょっとぶりですね。ちょっとぶりですね。意外とここにもゲストで来てくれたし。そうですね。ね、なんかなんだかんだちょくちょく会ってる感じしますけど。どうなのそっちの番組は。え、まあまあまあ楽しく前川亮君とやらせてもらってますよ。なんか聞いたんだよね、なんか地方に美味しいもん食べに行く。趣旨変わってますけど、でもまああながち間違いじゃないかもしれないです。行ったのか、もうこれの時点では。そうですね、収録時点ではまだなんですけれども、うん、放送されてる時にはもう、うわ、出張してるってこと。そうなんです、なんかすごいね。やっぱ湧かないですか、拡大してるね、このヘブンバーン。しかも名古屋ですか。名古屋ね、いいな。美味しいものたくさんあるって知ってるんで楽しみです。楽しんできてください。はい、まあね、そう、こがちゃん今日いないんですけれども、はい、まあ自社の問題は自社で解決すると言いますか。はい、何かありましたら、はい、いつでも来てくれる81プロデュースの。まあ最中には3人いますからね。そうですよ、はい、たまたまですけどね。たまたま81が3人もいたので、はい、よかったですね。はい、頑張りたいと思います。はい、ということで今夜はゲストに第 31D 舞台の石井いろは役、桑原優希さんが登場します。はい、それでは始めていきましょう。ヘブバンレディオ。さ、いつもヘブンバン、いつもいつもこれでしたっけ。ヘブバンレディオで大丈夫だと思う、多分。もう一回お願いします。それでは始めていきましょう。ヘブバンレディオ作戦開始。この番組は最上の切なさをヘブンバーンズレッドの提供でお送りします。芹沢優と駒葵のヘブンバーンズレディオ。改めましてヘブンバーンズレッド朝倉仮役芹沢優です。東條司役の天海祐里奈です。そしてゲストはこの方、世界をアーシ色に染め上げるっす。はい、ということで第 31D 舞台石井いろは役の桑原優希です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、嬉しい、嬉しい。31以外のゲスト初めてなんですよ。記念すべき光栄です。第1号第1号光栄です。嬉しい。いや、かわいい。謎のポーズもかわいい。いや、嬉しいですね。いや、そうな、うん、プライベートというかそのお仕事ではクワちゃんお会いしたことあるんですけれども、ヘブバン関連では一緒に初めて。そうだそうだ。ヘブバン関連のラジオとか他番組とか。いや、初めて。そうですよね、情報局の方にも、うん、まだまだなので、まだまだだから、もうすごい今日嬉しくて、この外で待機してたんですけど、最後の言葉初めて言ったのかなってあれみたいな。ちょっとそうですね、代打パーソナリティだからさ、ちょっとまあでも芹沢さんに関しては結構読まれてるというか聞かれてると思いますけれどね。ちょっとゲスト の方に迷惑をかけないように頑張っていきたいと思います、はい、楽しみにしてました。お願いします。では、まず桑原さん演じる石井いろはについてお話を聞いていき
たいんですけれども、お聞きしていきたいです。生まれつき色が常人とは違う近くで見えているアーティストという。まずそもそもこれが不思議だよね。みんなと違う色が見えているっていうのが、こうどんな感じなんだろうって演じててもすごく不思議だったんだけど。確かに。でも全然なんかそれを自分の欠点と思っていないっていうところがすごく素敵だなと思って、確かに私も思い切り演じさせていただいてるんですけど。確かに。 そう、そして一人称が足、足珍しいですよね。かなり足ね、足言わない、聞かない、聞かない聞かない、足の人なかなかいないですけどなんか私が言えてない人いません、足がみたいな。あ、なるほど、手とかが消えちゃって。確かに地元とかにいたなって思った。足ー、おー、足みたいな、いるかもしれない。そう言われると、確かにいるわって思っちゃった確かに特徴的だけど、ね、確かに個性的な、ね、キャラが多いヘブ版なんですけれども、うん、ここに今 31D の資料が、はい、そうそう、いや本当ね、 31A 以外のゲスト初めてなので、あとこれを見てる方はヘブ版をね、まだ初心者の方もたくさんいるので、はい、31D とかもちょっとね掘り下げてみたいなと思うんですけれども、はい、よく個性的ですよね。そうなんだよね、なんかみんな、うん、より 31D はなんかそもそもみんな同じ制服とは思えない感じになってるここの時点でも結構個性出てますもんね。そうだよね、うんうん、キャラデザーね、色合いめっちゃ可愛くないですか。可愛いよね、パステルな感じで、うんうん、みんな確かに色味も全然違うそうなんですよ。そんないろはさんと 31D のね、うん、皆さんと一緒にやってるんですけれども、そうなんですよ。そんないろはといえば先日メインストーリー男子を遠い海の色が公開になりました、はい、これはすごく喋りました。そうだよね、そうなんですよ、がっつりやって。ちょっと私はですね、まだ3、4章のフラットハンナが倒せておりませんで、やれておりないんですけれども、どうですか。私はですね、私はむしろまだフラットハンドまでたどり着けていないですよね。4章強いんですよね、本当にお敵さんが。そうだ、ちょっとやっぱ道中のお敵さんに結構苦戦いたしますよね。してまして、非常にわかります。でも私たちの強みといえば、あのもう収録をしてるから。そうなんです、そうなんです、話を知ってるという。そうなんです、そう、誰よりもマウントが取れるイベントに関わっててよかった、うん、そうだよ、思いながら、うん、出てるんですよ、出てるんですよ私たち。そうなんです。まあね、あのプレイしたというよりも、うん、あの私たちのアフレコの記憶になるんですけれども聞きたいな、みんなの。まあその4章前編をクリアしてないんですけれども、うん、内容は知ってるので、あのお話ししていくと、ちょっとカレンちゃんが、うん、ね、意外とそのイロハさんとカレンちゃんがちょっとね頑張ってるっていうお話もあって、うん、PV とかもそうでしたもんね。あ、そうそうそう、結構励ましてる感じ。そうなんですよ、そうガーって喋ってたんですけれども、 PV でセリちゃんの声を聞いたんだよね、そのまだ収録の段階では、うんうん、多分私が先で、うんうん、多分カレンちゃんはこう来ますっていうディレクションを受けてて、うん、だから面白い、もっと力強く言ってくださいっていう場面があったんですよ、どれぐらいのパワーでじゃあセリちゃん来るんだろうなって思いながら、私もがむしゃらにやってたんだけど、 PV 見て本当だと思って、いや嬉しいすごかった、もうパワーをもらった。もなんかでもカレンちゃん史上一番でお願いしますって言われた、うん、やっぱりそうなんだ。どのエピソードよりももう叫んでくださいって言われて、ブチギレてくださいって。大丈夫でした。ダメでした。それぐらい力を入れてまあでもね、前後のお仕事は迷惑かけてないさすがでございます。ご迷惑は大丈夫なんですけど、いろは的にはどうでしたか、うん、収録は。あ、でも結構その序盤といいますか、登場した時は、うんうん、イクディースみたいな感じで元気キャラっぽかったんですけれども、うんうん、このお話に関してはやっぱりちょっといろいろな感情がいろはの中にもあって、うんうん、なんだろう、悲しみとは違うけどちょっと呆然とした感じを声に乗せてくださいっていうのが、自分の中で収録でもちょっとお、これどうしようかなっていうので悩みつつも、皆さんと相談しつつ収録したところではあって、すごくいろいろ言いたいことはあるんですけど、ネタバレにならない、ね、そうですね、そっか、まだプレイされてない方もいらっしゃるというところで。そうなの、うん、初めていろはちゃんでその声を出したなっていうのが結構いろいろあるので、そうなんで、それを聞いていただきたいっていうのがある。じゃあ一刻も早く我々も4章前半をクリアして倒さねばならない聞かねば。そうな
そうですね、試行錯誤しながら収録はしましたね。楽しみです。楽しみです。はい、そして、SS 劇祭の無彩色石色派も登場しました。こちらあの放送タイミングではピックアップガチャは終わっているんですけれども、まあガチャを引けばすり抜けで来てくれるかもしれないので、そうですよ、ぜひ皆さん引いていきましょう。お願いしますよ。まあ、ちなみにちょっと私は、はい、無理だったんですけど。いや、まあ私もお迎えできていないんですけれども、あの個人的な話、あの四季様が推しなんですよね。四季様闇なんですよ。で、いろはちゃん、闇のフィールドを展開してくれるんですよ。ってなるとやっぱお迎えしないと、こう四季様をよりこう生かしてあげられないって思っておりまして、現時点ではまだお迎えできてないんですけれども、もしかしたら放送してる時にはいらっしゃるかもしれない。ね、ね、そうだね、ちょっとフィールドちょっとよくわかんない。ああ先生ちょっと待ってください。つかさんはですね、メメントモリを打つとですね、打ってるよ、フィールドを展開してくれるんですよ。あ、多分、意識してないと、こう打った後にこう火のこうモーションなんかなんてチラ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 火の粉みたいなのがなるんですけど、あの闇もそういうのがありまして、黒い中あ、ブワーンって出るの、黒黒スケみたいな、そうなんだ、出てくるんですけど、そうするとその属性の子がそうですそうです、元気元気元気になる、グーンってなるの。そうなんです。へえ、知ってました。知らなかったですよね。いやでも本当にその今闇属性の子が、まあ先ほど、その誰がいるかっていうのを調べていただいたときに、ちょうど6人いるっていうことで、だからいろはちゃんとその子たちを編成することによって、こうガッと底上げされるっていう部分が、いろはちゃん欲しい、入れていただきたい属性。いや結構使えますよね。そうなんですよ、ぜひゲットしてください皆さんも、ゲットしてください。お願いします。そうなんですよ、まあね戦闘でもかなり使えるんですけれども、その戦闘ボイスをなんか男性の方がちょっと違う、そう、あの全部新規で撮らせていただいてて、こだわりポイントが、これが本当になかなかないなと思って、あの最初もう一回台本が来たから、あれこれって前前ああ確かになりますよね、見たことあるみたいなって、でもこれだからこれ用に撮るんだっていうので、ちゃんといろはちゃんの心境も組み込んだバトルボイスになってるんですよ。もうそれに感動しちゃって、やんないよねなかなかね、撮りながらもうこれすごいなっていう感じを、やりながらエモくなっちゃうね、戦いながらも、ぜひ聞いてほしいなって。ヘブ版のこだわりですね。いや素晴らしい、すごいです、ありがとうございます、さらにですね、本日は、10月26日に発売したばかりのヘブ版初のアルバム、ラブソングフロムザウォーターの限定生産版をお預かりしております。こちら、これが、はい、こちらゆうげんさんの書き下ろしということで、こしちゃんこれ美しい、もうほんと、見てよこの光沢感、伝わるかな、なんかホログラムみたいなのがあって、そうすごいキラキラしてて、ほんと水中みたいな、でも大きすぎてちょっと上げたらもうクワちゃんか、クワちゃんもうめちゃくちゃ出たよほんとに、はい、ねえ、レコード似合うセリちゃん、確かに合わせてきた、確かに確かに合わせてきた、すごい、でも見てこのツヤツヤのルカのこの、ねーすごい素敵すぎる、はい、このアルバムには、メインストーリー断章、遠い海の色の劇中歌、夏気球ロストカラーバージョンのオリジナルバージョンが収録されているそうです、はい、この夏気球なんですが、アルバムに収録されているオリジナルバージョンと、そのメインストーリー断章で流れてるロストカラーバージョンっていうのが存在して2つあるんですね。だからどんな違いがあるのかね、聞き比べてほしいんですけれども、とにかくまず4章をクリアしないと、そうですね、断章ができない、そう聞き比べができないので、そうなんです、頑張らないと、そうなんですよ。では今日はアルバムに収録されている方のオリジナルバージョンをお届けいたしましょう。前田純、柳凪で夏気球。Thank you.
今回のヘブバンレディオはゲストに 31D の石井いろはや役桑原優希さんを迎えてお届け中です。はい、続いてはゲストと一緒にこちらの企画、芸術は爆裂です。はい、はい、人とは違った色彩感覚を持つ石井いろはですが、例えば元気になるイメージの色ってそれぞれイメージが違うと思います。今からいろいろなお題が出てきますので、それぞれがイメージする色を答えていきます。果たして3人とも同じ色をイメージできるのでしょうか。一応同じ色になることを目指していきます。みんなで気持ちよく分かりました。でもまあ自分のハートに正直でいいよ。とりあえずはねとりあえずは揃ったら何かこれ今日もらえるみたいな、そういうことではない。話が変わってきますね。確かに確かに合わせに行きますよ。頑張るよ。でも一旦ちょっとね、みんながどんな色をイメージするのか知りたいので、ね、ちょっとやっていきたいんですけれども、まあ例えば元気になるイメージの色っていうのがさっき例で出たので、はい、それをもうじゃあ早速例題ですがやっていきましょうか。はい、じゃあいきましょう。やっぱこれですよね。とりあえず自分のイメージですもんね。そうだよね。一旦じゃあそれで一旦ね、はい、感じ合ってるかな。はい、感じ？感じ？あれ？はい。さあ、はい、それじゃあ一人ずつ答えていきましょう。はい、じゃあ私からですね。お願いします。芹沢は、はい、黄色。お、私オレンジ。お、そして私も黄色です。いやでもでもね、いや仲間みたいな。オレンジって黄色ですよね。そうですよ。辿っていくと黄色ですよね。辿っていくとオレンジの起源って辿っていくと多分同じになってる。黄色ですよね。あ、なるほど。黄色、あ、理由ってことですか。私は今その家を引っ越して電気がほとんどないんですね、家の中に。大丈夫、買ってなくてまだで、なんか暗いんですよ家が。でもやっぱ光を求めてる。今一番この色が欲しいんです、あの私生活の中で。はい、電気買って電気買ってほしいです。そしてクワちゃんは。私もなんかやっぱ元気ってなんだろう、チアガール。チアガールがポンポン持ってる、うん、あ確かに黄色とかそういう、そうね、なんかね、そういうイメージで行ってみたんですけど。黄色いいね、黄色揃っちゃってるから、うん、さて、いやなんか太陽の色。太陽、あ、太陽、太陽ってそこオレンジ。あ、私の中ではすみません、と黄色が選択肢になくて赤がオレンジだったんですよ。赤かオレンジ、赤かオレンジ。あ、そうですか。黄色とオレンジはもう一緒ですからね。あ、でも桑原さんがこういうなら一緒ですよね。確かに桑ちゃんがそう言ってダメだそうです。全然全然ちょっと私頑張ります。頑張ります、この感じ。じゃあ続いていきますか。はい、じゃあ続いての問題はこちら、はい、落ち着く色。これ何個かあるな。黄色はタンって出てきたけど、え、これはでも人によって違う気がするんですよね。確かに好きな色が落ち着くんだったりする人もいる。でも私じゃあ世論でいきます。世論これ以外ない気がする。はい、世論的かも。はい、一人ずつ答えていきましょう。芹沢さんからお願いします。はい、芹沢、ベージュ。なあ、おー、なるほど。おっと、その反応は。次私いきますね。あ、でも同じですよね。まあ、同じ。え、もうそこでいく。クララさん、どうですか。
緑山とか落ち着くでしょ。確かに山を見ようってね、なんか合わせて自然っていう、我々がやっぱ落ち着く感じの色、この花新緑と枯葉みたいな、そう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 元をたどれば元をたどればね、うん、緑はベージュだよね。物は言いようですね悔しいな、言い訳コーナーになってあと一歩ってこところですね。はい、まだまだ我々いけますよ、やっていこう。いけますね。はい、じゃ続いての問題はこちら、うん、はい、不安になる色。不安になる色、でもこれも結構人によって違う不安になる気がするけど、不安か、不安、でも あれですあれですよね。どれ、ね、どれそれはあのスーツとかの色でよくありますか。あると思います。ああそれかな、じゃあこれかな。あでもどっちかというと濃いより薄い。あ薄あ、じゃあそれだ、それだ、オッケーオッケーオッケー、どれ、あこれで、でも あれだったら笑っちゃいますけどよし行くぜ、よし、あまず私から、はい、じゃあ行きます。グレー、おなるほど、はい、あ私も灰色、おお、はい、はい、グレー、わーやっぱ私たちにとってはもう簡単でしたね。そうですね、そうですね心は一つですよかった、黒じゃなかった、よかった、あ悩むよね、黒かと思った。でもまあここは揃わせてね、はい、揃いましたよ、揃っちゃいましたね。でアクスタゲットということでありがとうございます。いただきます。かわいい、これかわいい、大きくてかわいい。ラスト1個、ラスト1個いきましょう、はい、ゾワゾワする色、これでもゾワゾワってそれも怖い方の、それとも興奮みたいな、え興奮でゾワ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 興奮する、ゾワゾワしちゃうみたいな初めて聞きましたゾワゾワして、興奮してきちゃうわみたいなゾワゾワっていい方じゃないよね、悪い意味の。いやでもこれでしょ、今イメージで書いてるけど私この色好きなんだよなっていう。あなるほどね、あるんだよな、はい、まあ、でもでもこれは私絶対合わせられない気がしてきました。おや、でも私もじゃあいきますよ、はい、セリザーからいきます、はい、 G の色わーなるほど、そういう例え、どうですか、私は紫、うわえ私焦げちゃうえその理由はその心やっぱり焦げちゃうなんか茶色自体は好きなんですけど、うん、やっぱヤツの色を見てしまうとって、ちょっと黒光ってる感じの、この黒光り高速移動待って、嫌だ嫌だ、想像しちゃった嫌だね嫌だね、いやそういうことで、まあちょっと3人は揃わなかったんですけど、ね、意外と脳みそは近かったですね。で紫は何の紫、なんかねヴィランズをイメージしたの。あなるほど、悪者、うんうん、悪者ね、この前まで女悪者みたいなね、ハロウィン、ハロウィンだったし、確かに確かにタイムリーですね。じゃ意外と惜しい、大体2人は合わせたし、いや惜しかった、そうです、いい感じでした。ということで以上芸術は爆裂ですでした。ここでヘブンバーンズレッドからのお知らせです。第 31B 舞台ヒイラギ小杖が活躍するストーリーイベントザットデイズフレンドが開催中。在りし日を見つめる左目に突如幽体離脱してしまったヒイラギ小杖、体は意識不明の状態で緊急搬送、頼みの霊力さえ弱まって絶体絶命に。元に戻るための手がかりを求め臨時霊感少女こと茅森瑠香と共に大岳山のとある祠へと向かう。新登場の襲撃のナイトフォール柊木梢、空の探求星の原用樋口聖華の SS スタイルがピックアップされたプラチナガチャも登場しています。はい、また強化育成キャンペーンが実施中。クォーツや様々な強化アイテムなど豪華報酬が獲得できる、期間限定ミッションを実施中。さらに第31部隊新衣装スペシャルガチャが11月7日まで開催中です。SS スタイルの内容が第31部隊の新衣装6体のみのスペシャルなガチャとなっています。はい、もちろん最速引かせていただきました。スカーレット来ませんでした
ですよね、私も来てません。そしてそしてバッファーピックアップガチャも開催。メメントモリの少女、美少女、メメントモリの美少女、美少女でございます。東條司、はい、そして星の海、タユタウ、フォーチュンテラー、桜バセーラの SS スタイルがピックアップ。イエイ。こちらも11月7日までの開催となっておりますのでお見逃しなく。はい、以上ヘブンバンズレッドからのお知らせでした。芹沢優と小川葵のヘブンバーンズレディオ。ヘブンバーンズレディオエンディングの時間です。さあ、今日はクワちゃんが来てくれてありがとうございました。もう楽しみにしてたのでお二人が優しく迎えてくれてすごく嬉しかったし、嬉しいですね。嬉しいね。こうあの収録って基本一人で行くものなので他のキャストさんと、あ、こういう風にゲーム遊ばれてるんだなとか、うん、こういう収録の時こうだったんだなっていうのが、うん、ゲストのはずなのになんか聞けて嬉しかった、嬉しい。なんかすごい関係ないけどさ、うん、クワちゃんってちょっとタマちゃんみたいだよね。なんかちっちゃくて、小川さんとしてやっぱ今日はここに、あの音は私なんですよね。ちっちゃくて可愛いから。いや嬉しい、たまちゃん。いやでも本当今まで最地位の人たちとしか基本絡みがなかったので、そうなの、他舞台の人とこうやっていっぱいお話できたの、うん、貴重な経験させてもらいました。嬉しい。そうです。そして来週もクワちゃんいてくれるので一緒にお話ししたり遊んでいきたいと思います。はい、そして再来週ですが、はい、第 30G 舞台の桐生宮役の大西あぐりさんがゲストで登場します。すごい、他舞台がどんどん決まってよ。ちょっと貴重な人みたいな感じだったのにもう来てるじゃないですか。次がもう次が押し寄せて、先が先駆者、先駆者。ありがとう。必死。ぜひ大西さん宛てのメッセージもお待ちしております。はい、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールはこちら hbr@joqr.net です。はい、番組公式ツイッターもありますのでフォローをお願いいたします。はい、します。感想はハッシュタグヘブバンレディオでぜひツイートしてください。ということでここまでのお相手はヘブンバーンズレッド朝倉可憐役の芹沢優と、東條司役の天海由里奈と、石井いろは役の桑原優希でした。バイバイ。バイバイ。この番組は最上の切なさをヘブンバーンズレッドの提供でお送りしました。ねえみんな、何ですか？ガチャを回してガチャを回して SS スタイルが来てくれた時の気持ちって何色かな？それはもうもちろんレインボーですよ。一個にとどまらないのね。なるほどね。みんなで心にレインボーぶちまけていこうよ。